ボールドウィン A 型台車、ボールドウィン A 型台車、ボールドウィン A 型台車は、アメリカのボールドウィンロコモティブワークス社が開発した、鉄道車両用台車の一形式である。本項目では改良発展型である、ボールドウィン A 型台車及び買いモデルである、ボールドウィン K 型台車、それに、日本の日本車両製造、汽車製造などが製造した、同系台車についても取り扱う。 アメリカの主要車両製造事業者協会が制定した MCB 規格に準拠する高速都市間電車インターアーバン無血利愛用イコライザー式会車 MCB 代の一種としてまた BLW 社によるインターアーバン路面電車市場への進出第一作として1900年代中頃に設計された原型となったのは BLW 社の本業というべき蒸気。 機関車用として設計された二軸先台車であり、軸はこの位置などの相違点は見られるものの、破損時の交換が容易な部材構成や線路に対する追従性に言うた気候設計などに、その影響が色濃く現れている。なお、本形式は型番としては一般に BW78 から 25A などと表記されるが、これは順にメーカー名の登記後、ホイールベース、 軸距、インチ、心皿荷重上限、千ン,ンド、台車形式を示す。蛍光や帯光などの一般的な鋼材を曲げ加工してリベットやボルトで組み立てた台車枠を中心に左右それぞれ2枚ずつの単造釣り合い針を各軸箱間に渡して取り付けてある。これらの釣り合い針は2枚で1組を構成し、その間に釣り合いバネからの荷重を受け止める。 天秤式のバネ座を前後の軸箱近くに各一組ずつピンで挟み込む形で結合してある。台車枠からの荷重は複列のコイルバネ経由でこれらのバネ座に伝えられ、さらにはバネ座の可動ピンから釣り合い張りを経て軸箱に伝えられる典型的な釣り合い常式台車である。本形式は釣り合いバネを複列化することで各コイルバネのバネ定数を引き下げ、 乗り心地を良好なものとしており、このバネ座との位置関係から三日月型の優美な、釣り合い張りを備えているのが外上の一大特徴である。また、枕バネは複列の重ね板バネを使用し、台車枠から吊り下げられた揺れ枕で心ざらか重を受け止める構造、スイングボルスター方式となっているが、これは MCB 規格での推奨条件に従って設計されたものであった。 さらに、軸破小りは丈夫で変形時の修理の容易な、加担中鉄、キャストアイアン、マリアブルを使用しており、長期使用やアクロでの使用による摩耗や破損に十分、配慮した設計である。これは総じて簡潔かつ合理的な設計の台車であり、条件の良品によらず、軌道によく追従し、しかも、構成部材の大半が市場での入手の容易な、 蛍光材で構成されており、大掛かりな鋳造、炭造設備を用しないという特徴を備える。それゆえ、工業力が著しく貧弱であった。戦前の日本においては、特に小規模な整備工場でも、破損時などの修理を容易かつ迅速に行えることから、工場設備の貧弱な地方施設各社で強く商用、じれた。もっとも、製造や、 保守の技術的なハードルが低いという美点の一方で、本形式及びその基本構造をそのまま踏襲した模倣品の多くには、部品点数が多くかつ相互間の結合の多くを、ボルトナット依存するため長期使用で、たるみが発生しやすく、常に監視と締め直しによる強度維持を図る必要がある、というデメリットが存在する。この問題については、 住友金属工業や川崎車両が行ったように、台車枠の各部を大型の中高性一体成形品で置き換える、あるいは台車枠全体を一体中高性とする、といった方策を取ることで解決を図る例が、アメリカ、日本で1930年代以降多数出現した。なお、BLW 社は、台車の軸受けに、市民トン社製品を標準採用しており、 本形式をはじめとするインターアーバン向け台車もその例外ではなかった。ブリル社のブリル 27MCB 系と双壁をなす、1910年代から1920年代にかけてのアメリカインターアーバン前世紀に製造された高速台車の代表作であり、また常実の通り製造が容易であったことから、日本では大償を問わず当時存在したほとんどの メーカーによって模倣品が製造された。また、以下に記す、南海鉄道のようにその模倣品を採寸して、同等品すなわち孫コピー品を自社の直営整備工場で製造した例も存在した。以下に代表的なものを記す、記者製造、記者会社は、ボールドウィン映画多大車の模倣品を製造した、日本の鉄道車両製造メーカーとしては最も早い、時期に手がけた一社である。 特に新京阪鉄道に、阪和電気鉄道、といった、京阪系の新規開業都市間、高速電鉄向けとして、当時としては、大行の高速台車を初期に独占納入したことで、知られている。なお、汽車製造では初期には、自社製台車に、メーカー固有形式を与えていなかったが、後期には 3H などのように枕羽根に用いられる、重ね板羽根の列数と心皿荷重の代償。 大、H、小、L を組み合わせた固有形式を与えるようになっている。日本車両製造は、ボールドウィン A 型の設計を基本とする釣り合い、両式台車を D 型台車として、自社製電車に標準採用し、最も大量に、日本の私鉄電車市場に供給した実績を持つ。なお、日本車両製造車内での故障は、D 型で統一されていたが、納入先では、 京阪のように、NS84 から35などと BLW 社と同様の命名ルールに従って故障していたケースが存在した。住友成鋼所、後の住友金属工業、現、新日鉄住金は、日本の鉄道車両用輪軸を事実上独占供給する台車メーカー最大手であり、中古製造技術に優れ、ボールドウィン A 型台車の設計を基本としつつ、 鋼組み立ての各部を一体化した中高性部品で置き換えた台車を多数製造した。大型中高品の採用には保守の容易化と剛性の向上によって乗り心地の改善が得られるメリットがあった。川崎車両はその前身である川崎造船所標模工場の時代から BLW 車の原設計に 忠実な半月型の釣り合い張りを備える台車を各社に供給していた。その一方で、住友と共に戦前期から中高生代車枠の製造に取り組むなど、新技術の導入に積極的であったことでも知られている。また、会社として、これらのボールドウィン系台車に対して原則的に独自の形式故障を与えていなかったことでも知られており、同社が 各施設に供給した同型台車はいずれもそれぞれの納入先が独の基準に従って付した形式名で呼ばれている。独自路線を重視する日立製作所も戦前から戦後間もない時期にかけて製造した電車用台車についてはアメリカメーカーのデッドコピー品が大半を占めていた。ボールドウィン AA 型同等品については自社工場で製造したデッドコピー品のほか、 映画地下鉄からの発生品を整備、回収した再生品に独自形式名を与えた上で各社へ供給している。帝国車両工業は長らく鉄道省指定の客車製造メーカーであったこともあり、戦前期の地方私鉄向け電車の製造実績はそれほど多くない。中には西部鉄道向けのように製造になれた国鉄客車用の TR23 に 主電動機を装化したものを出荷した例もあった。ただし、下記のように少数ながら本形式に由来する釣り合い、良式台車の製造実績がある。木並車両製造は、新興の鉄道車両製造メーカーとして車体については、個性的な設計で知られているが、台車についてはいずれも、他社製品のデッドコピー品となっており、本形式の設計に由来する釣り合い良式台車も、 少数ながら製造している。近畿車両は、前身の田中車両時代から、電車の製造を手がけていたが、戦後、スイスから技術導入するまでについては、台車の製造実績は少ない。このため本形式の設計に由来する釣り合い、両式台車の製造実績は、台車の製造が本格化した近畿車両への、改装移行に限られた。しかも同社は早期に、 シュリーレン式台車を開発して、そちらに移行しため、ボールドウィン系台車の製造実績は、希少といって良いレベルに止まっている。南海鉄道は、戦前の1920年代から1930年代に、かけて自社電化車や工場にて、電気機関車や機動専用の路面電車を含め車両、製造を積極的に実施しており、その一環として、台車製造を実施した。 中小私鉄では、対応が困難であった、ブリル車製単造台車枠の交換部品を自社で、型単造にて製造するなど、私鉄直営の車両工場としては高水準の設備と、技術力を得ていた。山陽電気鉄道は、車両製造そのものには着手しなかったが、木造電車の広幅車体を、空丈割りにして、寸法を詰めた上で強幅車体に組み直し改造し、 また軸バネ式のボールドウィーンエール型台車を大改造し、本形式に類似の釣り合い常識台車に改造してしまうなど、戦前には柔軟な発想で大胆な改造工事を実施していたことで知られる。その著名さに反し、日本に輸入された A 型台車の純正品の数はそれほど多くはなく、大型化が進んだ構成車の時代には、ほとんどの納入先で、 A 型の日本製模倣品が採用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。